はい、ごめんなさい、2本ですね、整地していきます。上の歯ですね、真ん中の2本ですね、施術をしていきます。今ですね、現在ですね、少しこう歯のすり減りが目立つ状態ですね。で、真ん中ちょっと影黒くなっている部分、影になっている部分、ここ虫歯があります。2番目に比べてですね、ちょっと内側にぐっと入り込んでしまっているので、この2番目と両サイドの2番目とですね、アーチ離れ歯がね、ちょっと伸びるような形で、前歯2本、周囲に合わせて、改善していきたいと思います。上の歯に最初それを見て装着してます。上の歯ですね、2本ですね、最初のセラミックを装着しています。術前はですね、ちょっとこう歯がね、欠けたような形になってたのと、プラスチックの治療跡などが目立った状態だったんですけども、真ん中の2本、しっかり綺麗な形、歯の色にさせていただきます。で、周りの歯とですね、できるだけ調和が取れるようにですね、自然な形の、歯科技工士に立ち上げて撮影するセラミックで、より周りと調和の取れた仕上がりにさせていただいています。